はい、どうも、池田です。今回はね、なんかまあ、久しぶりかな、野池は。久しぶりに野池やってきました。はい、ハドルスイマーエラストマーの 1.3g ジグヘッド、ミドスト。濁ってるけど、ミドスト。めっちゃ釣れそう。こんな釣り今までやれへんかったですからね。こんな濁ってるところでミドストとか。どうなんやの？釣れそうやけどな、おったら。目の前通ったら食ってまうと思うんやけどな、こういうの。いつもやったらチャターとかね、巻くところで、普通にいつもやったらそういうチャター、クランクとか強い巻き物を巻くところを、まあ、ちょっとこういう弱いものも入れていきながら探っていきます。むっちゃ釣れそうやな、これ。違うじゃないかな、バソンのシェードかな。多分この濁りの中でバスの目の前通ったら食ってまうと思うんやけどな、こんなためらいもなく食いそう。まあ、もうね、多分野池はかなり水温上がってて、今とかもむっちゃあったかいんですよ。風は冷たいけど、すごいあったかいから、多分野池の水温は13度とかあると思うんですよね。だいぶ高いと思う。まあ言うても4月ですもんね、言うてる間に。まだ3月ですけど。ただこの季節、好きやけど、花粉がもうひどすぎるわ。はい、ブルースホックのネオ玉ブラック 5g、 これでいきます。ジグストーンめっちゃええ動きするし。はい、ミドストやったところ、ビビビショット3.5、キャラメルの3.5の組み合わせ。このミニスコーンで。推進的にフルサイズのスコーンは引かれへんし。引かれへんことはないけど、早まかなあかんから。まあ、これなら、割と食いそうなスピードで引けるし。おっしゃ、食った。バレんなバレんなバレんな。ミニスコーン来た。ミドスト食えへんかった魚。おい、オッケー。ミドスト食わへんかった魚来た。はい、40ぐらいかな。なんか細いな。ちょっとこれは細いバスやけど、40はあるかなっていう感じ。ほら、やったね、ミニスコーン。ビビビ3.5、ビビビショットの3.5にキャラメルの3.5インチ。何やろ、多分ミドスト微妙なのかな。普通にシンプルにこういうやつの方が釣れるのかな。はい、ありがとう。
結構ちょっと、時期的には微妙やな。アフターとかじゃないですよ。ただこれ、餌食えてない魚。まあまあ、よう引いてくれて楽しかった。ありがとう。まあ、ミドストね、結構ちゃんと通したとこ。で、ミドストには当たれへんかったから、まあ、回遊してきた可能性もありますけど、微妙なんかもしれへんな、もしかしたら。まあ、ちょっとね、これ反応あったし、これでまた流していこうかなと思います。今のね、なんかスキッピングで入れて、いい感じのとこ入って。で、結局は、まあ、その手前で食ったんですけど、追ってきて食ったんかどうかは知らんけど、ちょっと今の気持ちよかったな。いいな、いいな。楽しいわ。ええとこ入った。ああいう時にコーンって来たら楽しいな。でもこれっすよね、バス釣りの楽しさって。こう、海釣りにはない楽しさ。まあ、海釣りも、イソヒラとかやったら、打ち込んでとかあるけど、でもやっぱスキッピングとか、そういう技術っていうのは、やっぱバス釣りしか必要ないから。基本スキッピングはもうバス釣りだけかな。日本やったら。海外やったらね、他にもあるかもしれへんけど。それがやっぱバス釣りの楽しいとこやな。まあ、こんなスイムジグね、フルサイズのスイムジグ。まあ、4.5インチとか5インチとかトレランサイズを引かれへんような水深のとこで、こういうね、3.5グラムに。で、キャラメルの3.5っていうこの組み合わせ。これぐらいの軽さいいと思うんですよね。こういうミニスコーンはちっちゃいからといって特別になんかこう使い方が変わるとかじゃなくて、もう基本スイムジグと一緒で普通に巻くだけでいいです。まあ、あとはスイムジグもそうやけど、ジグ捨てやったりとか、ちょっとなんか食い切らんなとか、濁り強いからこれスイムジグただ巻きで気づいてくれるかどうか分からへんなみたいな時、まあこの池とかも今風吹いてないから普通に巻いてますけど、風が吹いてて、ちょっとルアー目立てへんなとか思ったらジグストやったりとかね。そういう感じで使えばいいと思います。まあ、スイムジグって若干敷居高いと思うんですよね。まあ、意外とこう、苦手意識を持ってる人が多いジャンルかなと。僕もそうなんですよ。野池とかでスイムジグって、あんまりなんかこう自分の中での引き出しとしてあんまりなくて。でも、まあそういう人でもね、こういうミニスコーンとかやったらすごいとっつきやすいし。で、当たりもまあまあ、やっぱり小さいから、コバスも反応してくれるし、ようあるんで。かといってコバスだけじゃなくて、さっきみたいなね、40ぐらいの魚とか全然食うし。結局やっぱちっちゃいルアって、でかいの釣れるんで。ちっちゃくて、もうルアーに対して魅力のあるもの。ただちっちゃいだけやったらあかんけど。もうこういうので多分魚にとってすごい魅力あるやろうし。で、これは特に、ビビビショットを使うことによって、アクションがすごいいいから。このトレーラーはね、別にキャラメルじゃなくてもいいと思うんですけど、ラバージグはこのビビビショットいいかなと思ってます。針が小さいからすごいアクションがナチュラル。よっしゃ。よっしゃ。ミニスコーン来た。今日はこの日やな。よいしょ。ばっくり丸のみ。ええ当たりやったな、今の。めっちゃスイムジグの当たりやった。ばっくり。サイズは知れてる？ 30 ちょっとやけど、ほら、ブクブクメス。いや、かわいいな、こいつ。めっちゃ嬉しい。ブクブクやな。餌もよく食ってると思うわ、多分これ。ええな、楽しい春やな。はい。ありがとう。太いな。これはいい魚やな。サイズじゃない？これは。ありがとう。今のはね、ちょっとその鶴に引っかかりそうやったから、鶴がなんか伸びてるんですよ。で、その鶴嫌やから、ちょっと竿立てて早く巻いたら、その浮上アクションでコンってきた。軌道変化でくっついた感じ。で、ラインは8ポンドなんで、細いから、豆に結び替え。普段あのサイズやったら、ほとんど結び替えへんけど、ちょっと今、ツル絡んだし、不意にでかいの来てもいけるように、結び替えは、まあ割とやっとこうかなぐらい。で、このキャラメル3.5、さっきちょっとずれるようになってきたんで、逆付けやってます。
逆付けにすると何が変わるかというと浮き上がりにくくなるんですよ。でも正直浅いところだったら浮き上がってほしいから基本は逆付けはしないです。ただちょっと深いところをゆっくり通したいなとかいうときは逆付けで浮き上がりにくくやったりします。まあまあそんなめちゃくちゃ変わるわけじゃないけど、大きいシャットテールとかやったら結構変わりますけどね。だからあのマサウオの USD アップサイドダウンか、あれは逆付けじゃないですか。フローティングのスイムウェイトで浮き上がってきたら使いにくいからという。で多分今はこういう季節なんかな、ちょっと長いこと琵琶湖ばっか行ってて、ちょっと長いこと野池行ってなかったんですよ。まあ割と久々に来たらもうがっつり春っていう感じになってて、最後野池釣りした時は春っていうより冬やったんですよ。まだ一気に暖かくなったじゃないですか今年で。マジで全然野池来てなくて、でまあ割とね忙しかったし来られへんかって、で行ける時は琵琶湖行こうっていう感じだったんですけど、ちょっとね琵琶湖もなんかある程度楽しんだし、で次は野池かなみたいな感じで野池来てみたらいい感じに連れてくれてますね。で多分ああいう魚はまあサイズもそうやし、フルサイズのスイムジグとかじゃ釣れへん魚、そうなってきたらこういうミニスコーンは強いですよね。最初まあミドストやってたけど、ミドストはやっぱ弱いみたい、弱いんかな多分。気づいてないんちゃうかなと思う。で、あとスピード感が、まだもうちょいこの速い方がいいんかな。これがもうちょっと季節進んだりしたら、なんか、ゆっくりふわふわさせる方が食いそうな気もするけど。まあでも、バスに聞いてみんと分からへんすよね、答えは。全く分からへん。人間的に見たらミドストの方が食いそうやなっていう。イメージなんですけど、でも全く当たりがなかったから多分違うんやと思う。食ったやん、食ったほら今ティップ見ました、当たり。なんで乗れへんのかな今ので。結構今の待ったんやけどな、前当たりあってからまだ食えへんかな。めっちゃ当たるやんこれ。ちょっとねワームずれるようになってきたんで変えようかな新品に。はい、もう一個のカラーはこれリザーバーベイトかな。まあラバーにはマッチする。保護色ではないかなみたいな感じ。あ、でも保護色やな。逆に目立てへんすぎるんちゃうんっていう心配があるぐらい。あっしゃ、やばいってこれ。むっちゃ釣れるって、これやばい。おい、オッケー、まあまあええ、まあまあええ。しかもばっくりなんですよ全部。やばい。ちょっと乗れへんあたりもありますけど、乗るやつは全部ばっくり。これ40弱ぐらいかな、39とかかな。普通にまあまあいいサイズ。ちょっとやばいでこれ、めっちゃ釣れる。いやこれマジで初心者の方にこれ、いやいいな。はい、ええ感じ。ありがとう。まあまあええし、めっちゃ楽しい。うん、いいバス。メスじゃないですけどね。あ、メスか。メスやわ。今から太っていく感じやな。はい。ありがとう。ここも多分おると思うで。釣れるかどうかは分からへんけど。ちょっと引く、あれがない、距離が。こういう、あんまり距離がないところは、お、ジグストで。ほら、食った。わ、見た、今。思いっきり食ってきた。うわ、うんこホッキングや。最悪。うんこホッキングになってる。
うわ、もう食わんか。ちょっと今刺さったもんな。そう、こういうね、引くところない。じゃあ引く距離がない場合は、ジグスト。表層まで出てきて、ポン食った。でかかったし、今のちょっと。なんでミスるね。あー、マジか。もう、いそうやな、思うとこ全部おる、今日。今日やばいわ。っていうか、これやばいっすよね。ビビビショットとキャラメル 3.5。自信を持っておすすめできます。マジでこの季節特によう釣れるんちゃうかな。秋とかも釣れると思うけど。はい、もうずれてくるんで、またさらに小さくします。めっちゃ小さなって思った。キャラメルがね、ちぎれてからというか、ちぎってから、全く反応がなくなったな。まあ、反応はあったんですけど、その食ってくるっていうのがなくなった。ちぎれてない方がいいな、多分これは、おそらく。ここまで変わるのは絶対ね、何か絶対あるはずなんですよ。その、たまたま擦れたとか、そんなんじゃないと思う。明らかに反応が悪くなってるから、多分、ちぎらん方がいいですね、これは。そのままの状態。まあこれはしゃあなかったですけど、今回キャラメル2本しか持ってきてなくて、1個がね、テール切られて、でこれがもうずれてくるようになったなってきたから、しゃあないですけど、これは瞬間接着剤で止める方がいいですね、おそらく。瞬間接着剤かトレーラーロックとかでね、しっかり止める方がいい。ただ一つ言えるのは、めちゃくちゃ簡単に釣れる、これ。投げて巻くだけ。来た、手前走ってる。よっしゃ、言うてたら来たわ。 OK、 うい、4匹目ね、めっちゃ釣れる。はい、ほんま簡単に釣れるんで、おすすめです。こいつカワウにやられたな。2回やられてるな、多分。よう生きたな、ありがとう。まあ、ちぎれて当たりは減ったけど、それでも釣れるから、これ、しかもこの濁った中でもしっかり魚見つけてもらえてるし、ルアーパワーやと思う、これは。小さいけど。多分やってる人はまだ少ないと思うんですよ、こういうの。昔ね、ミニスコーンはようやったんですけど、最近やってなくて、そこまでね。やってみたらこんな釣れるんやっていう。ここまで反応があるとは思ってなかったけど、もうほんまにこれ以外投げたくなくなるレベルで当たるから、これしか投げてないですからね、ずっと。でも、さっきからね、結構入れ替わり、立ち替わりで、こう人が来るんですよ。釣り人がね。でも、全然釣れてないんですよ。で、見てるとボトム系の釣りをやってる。当たった。剥がれた。今見ました、ティップ。コンってなったん。当たりっすよ、あれ。剥がれた。まあなんせね、ボトムの釣りにはなんか反応がないみたい。釣れてないんですよ。で、巻きもね、スピナベとか巻いてる人はやっぱ釣れてないんですよね。多分強すぎると思う。これが多分ドンピシャなんでしょうね。濁ってるけど、多分スピナベとかチャターとかは風もないし、いまいち多分追い切らんないと思う。これがね、風とか吹いたらまた状況は変わると思うんですよ。ただ今はこれ完全に無風やし、なんぼ夕方やと言うても。そう、さっきのもこばせたんかな。ただ吐くあたりが多いんですよね。だからそんだけ多分シビアなんやと思います。多分。結構だからプレッシャーとかでやられてて、濁ってるからなんかこう、不意に食ってしまうけど、一瞬で吐くみたいな。多分そんな感じやと思います、おそらく。こんだけね、ちっちゃいドアとかで吐くっていうことは、合わせられへんような当たりやから。もう食ってるやつはばっくり食ってるから。ちょっとこれはでも、もう一回行きたいな。これを持って。キャラメルシャットワンパックぐらい持ってきたいわ。これは絶対ルアーポテンシャルあると思うけどな。
ルアーポテンシャルというかルアーパワー多分あると思うけどな、こんだけ当たるってことは。その周りの他の人、他の釣り人も釣れてるんやったら、まあまあこの池は今調子いいんやなとか思うんですけど、今日マジでね4人かな、今もおったんですよね、4人ぐらい来てて、マジで誰一人釣れてないんで、確実に今日のこのタイミングではこのルアーが強いと思う。